皆さんこんにちは、しんりゅうです。今回もね、私の出資しているキャロットクラブの2頭、オールパスレルとそして G ガスリットを紹介していきたいかなと思います。ではまずね、担当者のコメントを見ていきたいかなと思います。オールパスレルから行ってみましょう。25日は野田とレセンダーとコースで追い切りました。70秒に53秒9、39秒5。明日は馬場が悪くなりそうな予報が出ていましたので、最終追い切りは今日のうちに行っています。単走でしたが、引き続き動きは悪くありませんね。レースまで少し間隔は空くので、状況によっては微調整をかけた上でレースへ臨めればと思います。平山調教師、5月1日の浦和競馬 C14 5組ダート1400メートルに出走を予定しています。はい、オールパスレル、やっとレース出走でございます。5月1日浦和競馬9レースということでね、まずはね、この馬に関してはね、ちょっとあまりね、体調があまり良くない馬にはなるんですよ。体調というか体質がですね。なのでまずは安全にね、一周走り切ってほしいかなと思います。そして、次のレースにもね、放牧することなくレース出てくれたらなと思っております。で、次はね、G ガスリットを紹介していきたいかなと思います。24日は軽めの調整を行いました。25日は立冬 C コース、ウッドチップで追い切りました。先週追い切ってからも反動などはなく順調に来ていますし、来週のダート1800メートル行く差に岩田騎手で臨むことにしました。今朝の追い切りにも乗ってもらったのですが、道中追走から最後は少し遅れを取ったものの、全体81秒台、ラスト1ハロンも12秒を切るくらいと数字的には十分動けていましたよ。プール調整を交えることで体も締まってきており、来週の1本で十分体勢は整いそうです。友道調教師、5月4日の京都競馬3歳未勝利ダート1800メートルに岩田康成騎手で出走を予定しています。はい、今 G ガスリートのコメントを見てみました。前走のね、東京のレースに関しては10名になってしまってね、プラスこれで体調良くなくなってしまったんでしょうね。それを鑑みっていうんであれば、次のレースで決めればね、問題ないかなと思っております。最後の1ハロも11秒9って形になってるんで、今回のレースに関してもいいんじゃないかなと思います。で、4月17日に、調教をやったんですけども、その時もコバ500万時間相手に 0.2 秒先着してるんですよ。ってことを考えるとね、十分ね、能力のある馬なんじゃないかなと思っております。ただダートに今度転換するのは初めてになるんで、ダートでね、どのような成績残せれるか、楽しみなレースにはなっております。このままね、ダートをこのまま1着になって、で次1勝クラス1着になって、その次、ユニコーンステークスも1着になれば、ジャパンダートダービー、近くなってくるんじゃないかなと思います。あくまで理想論ですけどね。このまま血統的には、芝方面の血統には向いてはいるんですけども、人は人、自分は自分、馬は馬、この馬の個性をね、生かして、レースを出していきたいかなと思っております。出していってほしいですね。行きたいかなではなく、行ってほしいですね。では、以上この2頭の紹介でした。で、本当はね、この2頭のレース、水曜日はちょっとレース無理だろうと思ってたんですけどもね、土曜日のレースは応援行けなくないかなと思ってたんですけども、何せゴールデンウィークでね、私東京済みなんですよ。いや、ちょっともう航空券が高くてね、LCC なのにね、関空から成田は1万8000円したんですよ。で、そんでもって、じゃあ寝台特急取ろうと思ってね、サンライズエクスプレス取ってたんですよね。奇跡的に取れて、よっしゃと思ったんですけど、まさかのね、月曜日ね、仕事ね、朝早くなってしまって、もう7時ぐらいにはもう会社には着いてなきゃいけない時間になってしまったのでね。で、この寝台特急、臨時の寝台特急であればね、間に合わなくないかなと思ったんですけど、そっちは当然満席でした。定時の寝台特急は7時20何分に着くのかな。もう完全に間に合いませんね。遅刻間違いなしです。なので残念ながらね、今回本当は遠征しようと思ったんですけども、いや、なんでゴールデンウィークにレース出しちゃったかなと思うんですよね。いや、一個人的には嬉しいんですよ。ちゃんとレース出して出してくれたんで。
ただね、あと一周さえずれてくれればね、問題なく私はもう大阪京都方面に遠征できたんでね。いやー、まあ未勝利戦ですしね、もしこれが重賞戦とかだったらもう無理やりでも行ったかなと思います。まあ何せちょっと行けないのは悲しいですね。なので現地の、キャロットクラブのこの収支者の皆さん、おそらくねいい成績を取ってくれるんじゃないかなと思うんでね、いや口取り取った方がいいと思います。一着もうほぼほぼで、もう間違いなく3着以内には入ってくれそうなんでね、いやー本当残念です。まあ、次の3戦目はね、応援しに行きたいなと思っております。ではね、この動画がね面白いかなと思ったらね、高評価やそしてチャンネル登録お願いします。では今回もご視聴ありがとうございました。この動画がね面白いなと思ったら高評価やコメントをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録していただけると今後の動画制作の励みになりますので、とても嬉しいです。また他にもいろいろな動画を上げているので、ぜひご視聴ください。